石田です手取り足取り明日からできるエコーガイドブロックに参加していただいた皆様そしてアーカイブにお申し込みいただいた皆様本当にありがとうごござざいいまますす現在鋭意アーカイブを作成中でございます今日は当日前田先生に教えていただいたエコー解剖の数々ですねエコーガイド化ブロックに必要なエコー解剖を僕の息子に協力してもらって え小児をモデルにしてお届けしていきたいと思います頸椎を後方から観察して一番広く追求感が空いているのは C1、2なので成人ではそこをまず観察してあげるのが一番高枠外の童貞の練習になるんですけどもまあ、この子は子供なのでどこでもねだいたい見えてきますでまあ後ろからエコーのプロバートでこれが極特起になりますかねまっすぐ後ろから当てるとこんな感じ で少しパターンとプローブをこんな風に倒してあげます。で、プローブを動かしていきますね。そうすると、えっ、ー、と、こちらが極突起側で、えー、こちら側が椎間関節、外側階側ですね。この間にですね、えっ、ー、と、はい。こんな風に高慢がよく見えてきますね。はい。脊髄の、頸髄の白濃がすごくよく見えますね、はい。もうちょっとはっきり見えるところを探していきますと、こんな感じですね。はい。 非常に、えー、やはり小になのでよく見えます。よいしょと。こんな感じ、一個目はこんな感じ。もう一目行きましょうか。もう一目は、こんな感じに見えていきます。はい。よく、あの非常に綺麗に見えますね。はい。で、えー、トリプルバーサインって3つのサイン、えー、バーのように見えるということなんですけども、綺麗に3つに見えるとこありますかね。 こうやって見て、よいしょ。まあ、これが硬膜ですね。これが硬膜で、この上の黒く抜けてるところが鉱丸外区でいいと思うんですけども、でどこからどこまでが黄色じ帯で、どこからどこまでが極寒人体帯の枝なのかっていうのがちょっとわからないので。 これまた前田先生に評価していただこうかなというふうに思います。最後ちょっと、えー、長軸でも見てみましょうか。よいしょ。長軸だと、どんなふうに見えてくるかな。あ、こんなふうに見えてきますね。はい。非常によく見えますね、やっぱりね。はい。ここが、項膜ですね。 これ、これ、よいしょ、これになると思います。次に頚椎椎間関節ですが、真横からですね、プローブをこうポンと当ててあげて、同定をしていきます。このボコっとしたところですね、はい、ここが椎間関節ですね、外側界。 から椎間関節によいしょと。よいしょと。上からこう見ていきますと、ボコ、ボコ、ボコというふうに、こう、こう、交代交代ですね、見えてきますね。左、こっち側ですね。えー、これが椎間関節になります。声を見ていくときはですね、えー、前田先生はこう、長軸でこうやってましたね。当てて、こんなふうにこう、はい。こんなふうにこう、山になってですね、 低いところ、高いところ、低いところ、高いところ、低いところ、高いところというふうになっています。はい、で、えっとですね、上の方に行きますと、よいしょ。えー、このレベルで、えー、見えるのが C2C3 の椎間関節までなんですね。はい。よいしょ。もうちょっと上行けるいかな。よいしょと。よいしょと。こんな感じで、 見えてくるんですが、ね、低いところ、高いところ、低いところ、高いところ、低いところ、高いところということですね。で、えっと、これが4、5、これが3、4にな,りなると思います。で、えー、C2 はで、C、2、3はですね、少し深いところなんですね。すっとこう、この外側階の線が下がっていって、えー、一番上。 ここが C23 の椎間関節になります。C1 にはですね、もうちょっとこう、このアライメントがですねずれますので、この見方では見えてこないということになりますので、これは23から下がっていて、3445下がって、えー、56、よいしょ、5667ということになります。 ブロックするときは単軸で、よいしょ。秒出をしておいてお、おいいのかなこれ入れ替わるところですね。はい。ここにこう、スリットがスッと入りますね。ずっと上から下に入れると、こう、ね、この外側がスーッと高くなってきて、盛り上がってきて、ここをスッと。はい。ここにスリットが入りますね。ここに黒いスリットが入ってます。 えー、こっち側からこっち側に抜けるスリットですね。ここからここに抜けるスリットがあるんで、これが椎間関節ということになります。で、えっ、ー、と、ね、この黒く抜けたところ、この白い線の下がですね、えー、関節法という、えー、理解でよかったんじゃないかなというふうに思います。腰部肛門外空のレベルの動手には、仙骨の骨輪郭を使います。まず、えー、腰椎仙骨をこう の骨輪郭を出しておきますね。これずっとそうです。子供なのですごいですね。えー、光線骨が非常によく見えますね。S1、S2 だと思うんですが、これを出しておいて、えー、ここから上に上っていってあげます。そうすると、えー、これですね。えー、L5 の追求、L4 の追求というふうに見えてきます。あとはですね、えっ、ー、と、まあ、この追求に沿って内装側にこう、プローブストね。 もう子供なんで、こう、まんがく見えてきます。この時に、ね、少し内側にチルトしてあげると、よりはっきり見えるということになります。えっ、ー、と、もう説明の必要がないぐらいはっきり見えますね。これが4、5の項膜。これが5、S の間の項膜ということになります。上に、えーね、特に4、号のところはっきりしますね。項膜があって、えー 硬膜外腔があって上に白。い極寒人体が見えてきますね。非常にはっきり見えてきます。ちょっと短軸でも見ておきましょうか。よいしょと。ね。えー、子供だし本当にはっきり見えますね。はい、えー、これが脊柱管ですね。これが硬膜で。これがあ硬膜外腔ということになります。 腰椎の椎間関節に関しては前田先生はその同定も、えー、それから注射もですね、えー、長軸でプロバーてて行ってましたね。はい。短軸でも椎間関節は同定できるんですけども。よいしょ。ね、すごいですね。子供なんです。すんごいはっきりと見えますね。これが下関節突起で、これが上関節突起かな。えー、ここに椎間関節のスリットがあって、 関節を多分これになるんですかねはいよく見えてきますさあ長軸でこれを見ていきますと内側からいきましょうか。内側が開いって、まあまあ、えーつい、これ極突起があって、ずっと、はい、後漫外部が見えてますけどね。で、えっ、ー、と追え、ね、追記が見えてきます。こんなふうにね、追気が見えてきます。で、えっ、ー、と、ここから追記を追いかけていくと、よし、ここで、 ね、骨輪郭が入れ替わって消えてきましたね。ここです。この骨輪郭とこの骨輪郭ですね。内イスからいくと追求があって、とこれが下関節時で、はいこれが上関節時になりますの、ね、で、この2つの骨輪郭の間、はい、ここがもう この黒く抜けたところが関節区に当たるそうです。非常にあの子供なので大きく関節空かこれ関節空というか、まあ、関節内ですね。関節そのもの。これが関節法になりますので、関節法の、なんだろう、キャビティはここになって、ここはもう関節内ということになるそうです。もう一回内側、外側、ですね。 この骨輪郭と、この骨輪郭ということになりますね。でよいしょ。ちょっと関節区をしっかり出せるかな。こう振るといいのかな入れ替わるところで、関節自体がきれいに見えて、もやもやっとしたのが、今ちょっと見えましたよね。こうもやもやっとしたのが見えていますね。多分これが、えー、と関節をきれいに捉えられているのかな完全にではないんでしょうね。どうだろう。もうこうした方がいいかな 骨輪郭、アコースティックシャドウついてる骨輪郭、このアコースティックシャドウを引いてる骨輪郭の下のアコースティックシャドウを引かないように、美容室をでき,るするとできるといいんですが、はい。こっち側アコースティックシャドウを引いてるけども、こっち側引いてないので、完璧にはないですけど、今、関節空を、こんな感じですね。下半分は捉えられているということになるでしょうか。 あと、神経根に関しては、単、えー、軸で大突起、応特器を見つけて、そこから神経根を見つけるというやり方でやっていましたね。よいしょ。ね、えー、これ内臓側から、極特器。で、よいしょ。まあ、追求が、えー、極特起で、これが追求ですね。応特器。お、これ応特器ですね。今、腎臓が左側にこう出てきてます。もうちょっと下の、 L3 のあたりが一番オートキー見やすいンですが、これで、ここでいこうかな。はい。えー、ここに、えー、オートキーがあります。で、このオートキーを下側に切ってあげて、ポコッと、これが吹く時かな出てくるんですね。で、オートキー自体が、こう、スッとなくなります。ここですね。はい。ここで、えー、神経根が見えると。今、これ、黒く抜けてる。おそらく、ね、これ、綺麗に見えてません。これが、えー、神経根という形になるんじゃないかなと思いますけども。はい。 このレイヤーに神経根が見えてきます。えっ、ー、と、ドプラーをかけてですね、えっ、ー、と、この神経根と思わしき構造物の下にですね、血流が確認できれば、間違いなくこれが神経根ということになりますが、よいしょ、SMI をかけてみましょう。ずれちゃった。にえー、大時計を切って、はい。ね、この SMI をかけるとき、非常にこの血管がきれいに見えますよね。 こんな感じで血管が見えるので、この囲まれたところですね。はい。間違いなく神経根ということが言えそうです。いいですね。この SMI というモードだと、神経根同定するのが本当に、えー、簡単になりますよね。ちょっと長軸でも見てみましょうか。よいしょ。左が等速で、右が微速で。なかなか子供の大時って立ってるんですね。立ってて見にくいですね。これが腎臓なので。 これ,これがエルサのオートキかなずっと基部の方に向かっていって、垂体が見えてくる。あ、垂体が見えてくれるとありがですね。ここに垂体が見えるので、ね、この黒く抜けてるの。垂体の上でこうやって黒く抜けてるこれオートキだと思います。ここでもうちょっと SMI かけてみようかな。よいしょ。どうでしょうか。ね、血管が、垂体の表面があって、血管が下に走ってますね。 ちょっと今帯同しているので、あれなんですけど、血管があって、あるので、この上ですね、黒くのけてるの、オートキーということで、おトとっと、いいんじゃないかなというふうに思います。これですね大、オートキーですね。これが神経根。ということで、いいんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、斜めからも見てましたよね。椎間孔のえところを、こう、斜めからプロバーって,てあげると、同定ができるそうです。今、まさにオートキーが見えてるんですね。よいしょ。しっかり出そうかな。 はい、追体の骨輪郭がここにあって、応ト器がここにあります。応ト器がここにギラッと見えてますね。追体、応ト器というふにな,なってますので、ここをまた応ト器をですね、微速に切ってあげると、スッと、はい、ここですね。このスリットですね。はい、ここに追感孔が出てきます。もう一回、応ト器があって、 椎体があって、このおうとを微速に切ってあげると、ずっと、はい、ここにですね、椎体の後ろ側に、このスリット、これが椎間たとして見えてきますねおそらく、この黒く抜けているのが神経根ということになります。最後は腹部からの観察ですね、えー、い体と、えー、椎間た板を観察していましたね。はい グッとプローブをちょっと押し込んであげて、力抜いて。はい、そうすると、こんな風にこう、ついたい、たいですね。はい。よく見えてきますね。で、ちょっとついたいからこう、少し下がったところが、追い版なのかな。えー、っと、よいしょグ。グッとプローブを押し込みます。そうすると、こう、きれいにこう、骨縁が出てきて、下が何も見えなくなるのがついたい。 いうことになりますね。そして、そこから下、少し下に行って、こう、なんか、もやっとしますよね。もやっとしてるところ。これが、追加版でいいんじゃないかなと思いますけどね。なかなか、どっちが、多分、こっちが追帯で、こっちが追加版になると思うんですが、どっちにしてもアコースティックシャードウです。まあ、内部構造、ちょっと追加版で見えてますかね。ちょっと上下に軽く動かしますと。ちょっと、わかりにくいですね、子供だと。 うん。長軸で見てみると、ここら辺、多分はっきりしてくると思うんですが、長軸で見るとね、はっきりしますよね。はい。追体があって、追体があって、その間、追感板になるということになります。やはり追感板の中もかなりこう、あのー、黒く抜けて見えるんですね。はい。 で、えっと、セミナーの中で質問がありましたけども、じゃあ、SE、この追加の動点、どうすると、ここの例えば、この追体は、じゃあ L4 なのか L5 なのかって見るときはどうするかというと、下から見ていきます。ずーっと下っていって、この辺かなこの辺だと思いますね。もうちょっと下ですかね。5のゼリーを足します。そうすると、よいしょ。ちゃんと、仙骨は仙骨の骨輪郭として映ってきてくれるので、よいしょと。 ここです、ね、はいなかなか貫通力がないので少し見にくいかなマイクロコンベックスの方がえっとミニコンベックスかミニコンベックスの方がここは、えー、見やすいかもしれないん、ね、でちょっとミニコンベックスに変えてみましょうよいしょはいちょっと手だけ そうするとこんな風に見えますね。よいしょと。はい、つ、えー、体よく見えますね。つ体たい、ついたということになりますねで。もうちょっと下に行くと、よいしょ。ここでいいのかなはい、こんな風にこう。 こうすっとこう骨輪郭がこう下がっていきますよね。これが仙骨の骨輪郭です。ちょうどレントゲンの側面図を見てるような感じですね。イメージになりますので、これが語 s だということがわかります。ちょっとこの下ですね、多分これ今食べ物があってここで骨輪郭よく見えてきてないので、よいしょと。上と比較するとわかりますね。はい。ここは明らかに上下ともついたい腰椎ですね。それに対してはこれですね。この骨輪郭は、はい。こっちが第五腰椎で、こっちが 仙,仙骨とといいうことになりますすすごいですねど真ん中からにもかかわらずこの、はい、脊柱管が見えてますねいかがだったでしょうか小にはこの骨と骨の間のスペースが非常に広く開いてますし骨輪郭が丸みを持ってくっきりと見えてきますのでこの神経周囲の構造物の動脈ですね 成人に比べるとはるかにやりやすいんじゃないかなというふうに思います皆様がこれからこの領域の治療を始められるのであればまずはご家族の協力を得てですねこの小児をモデルにして練習してみるのも悪くないんじゃないかなというふうに思います前田先生が教えてくださったこの神経のもしくは神経周囲のエコーガイドがブロックできるようになると 運動器の保存治療に携わるものとしては視界がものすごく広がりますので是非皆さんこの部位のエコー解剖そしてひいてはこの部位のエコー外の科の治療チャレンジしてみてください。